じゃあひとまずここかな、霧の中に入っていって、呪縛者普通に戦えますね。よいしょ、あー一撃必殺。奥に見えるのはあれ壁かな、霧になってるだけかな。まあ一応呪縛者、あ待ってよ、あれボウガンがあるな奥に。ということはボウガンを使えばもしかしてっていう感じかな。よし、とりあえずはこっちに陣取ってこう避ける。でこれを使う。うわすげえダメージ、やっぱこれだな、これで多分やらないと大したダメージ与えられないっていうか、すげえダメージ入ったな。何度かやってれば多分大丈夫だとは思うんだけど、ここでいいかな、こっち行って構えて、もう構える必要もないな、使う。もう一回、ダメだった。うやっぱ一発じゃなかったんだね、三発ぐらいビスビスっていったからあんだけ食らってたということか。でも軸合わせんのは多分無理だよな。で一つさ、心配なことがあるんだけどさ、ボウガン壊れてないかなって、さっきね呪縛者の方が、あぶれ破壊されてしまいましたけど、もしあれなくなっちゃったらまずいんじゃないかなと思うんだけど、まあ、もう片方ねえあるから、ああ大丈夫だ、まだ生き残ってる。ということはこの辺からとりあえず避けて走ってって、もうとにかく構えて撃つ、当たらない。今壊れちゃったかな、壊れちゃったね。そうすると、まあ、ここに来てこう来て走って行って、こう来てこう来てこう、もう一回無理、よし大丈夫で、うおほら、また生きてる、うう89、なんて貧弱。でも次避ければ、あ避けられないんですね。霧のね中に入るのがね、絶対明らかに遅いんだよね。悪意を感じるんだ俺は。どうかな、ロックは、ロックするわけじゃないのか。で壊されちゃって、もうあともう一度当てることができればいいんだけど、ちょっと左にね、やっぱ剣振る側に避けんのはダメかな。よし、とりあえず最初の一撃だけはどうにか、よいしょ、避けないと HP 回復とか何の意味もないですからね。当たれ、よし、危ない危ない、もうあとは自力ってなんだよっていうね、そんなに強くないぜって。コマンドをね、コマンドミスはね、まず問題外だからさ、頼むよ。あるじゃん、まあでもね、やってりゃクリアはできるでしょう。鎧つらぬき、あれね使ってもいいかなと思ったんですけど、技量が足りなくて使えませんでした。人たち二たち入れる練習しときゃ
いいから、ああダメだなこれ。一回食らうとひるんで逃げ気味も食らっちゃうから連続ヒットになっちゃうかな。さてどうかね。こうよし、一撃目をかわすのは容易だな。でここからここまでは完璧。そう、ここまでは完璧。もうあとは飛び込んじゃうか。いやー、俺はそんなに雑かい。ここだいたいこの呪縛者っていうのは誰に操られてるんですかね。操られてる割に口も聞けないんですかね。とりあえずもう行っちゃって、当たらんか。がっつり避けて、裏取ってやっちゃった方がいいか。いやー許されねえなこれ。ここだ。よし、スタミナのなさがちょっと移動してるやん。間に合うか。うわー、もらった。まったく手こずらせやがって。呪縛者のソウルと刃の指輪、攻撃力が合いそうですね。さっさと帰れあいつらも。刃、物理攻撃を高める、すごそうだ。アル・アドガルスの獲物を模したアーケンの狂騎士として伝えられる指輪、アーケンとベイン、激しく憎み合う。アーケンさっきのアーケンさんだったのかな。ってことはもう一人ベインさんっていう人もいらっしゃるのかな。まあそれはそれとして、ずいぶん高いところまで登ってきたみたいだね。下にも行けんのかな、わかんない。これじゃん、地元から見えたやつ。何も起きない。何か資格が必要なのかな。ここも資格試験に合格しないと何か魂を通わせることはできないのかもしれない。またあったかふわふわだ。ん、調べる。やめてくれ。ちょっとなんだなんだよ、あのオールロンドにでも連れてってくれるのかい。扱いが悪すぎるぜ。忘却の牢、おかがり火あんじゃん、助かるじゃん。あ、で転送できる。ちょっと自分転送いいっすか。ここは忘却の牢、離れの塔。あ、ここはここが離れの塔なのか。ちょっと回復しましょう。忘却の牢っていうのはダークソウル1にあったところとはまた違うのかな。さて何レベルアップしましょうかね。持久力上げたから相当いいよね。持久力、筋力、技量、適応、まあ筋力かな。次はとりあえず筋力かな。で次にソウル、このソウルを使用して多分これでスタミナ上げられるでしょう。いつ技量を上げるかですね。技量を上げるタイミングがかなり重要にはなりそう。まあエストクじゃねえ、これバスタードソード、バスタードソード自体が
筋力と技量とどっちもね要求するようなものなので、まあ、そのうちね打撃武器ちゃんとしたね真っ当な打撃武器が出てきてくれれば多分ほぼ筋力だけで扱えると思うんだよね多分。そういうのはまあいつあと出てくるかにもよるかな。メイス買わないかな。そうするともっとでかい大きめのメイスがあればそれを使いたいしね。あ、いいか。お客の牢をちょっと見学して今回は終わりにしましょうか。時間がいい感じだし、結構がっつり今ちょっと撮ってて動画ね編集もしないでやってるんで時間の感覚が全くわからないんですよね。日取り課長の小盾小盾いろいろ目新しいアイテムがいっぱいありますね。うん、戻ることはできないのか。昔ね鳥にさらわれるためには、はあ、怖っ影か、ね、鳥にさらわれるためにはなんか卵の形をしてさくるまらなきゃいけないことがあったじゃないですか。あれ全然わかんなくないですか。俺はわかなんかすげえでけえやつがいるな。基本的にねこの世界の住人って主人公よりでかいんだよね。みんなさ発育が良くて困っちゃうよ。こっちにはん、あれ俺はそれそっちにどうやって行くんだ。飛ぶの？ん？よっ、ちょっと待って、あ、飛べないのか。あ、こっち？あ、飛び降りることもできるけど、ちょっとこっち行ってみようか。お、ソウル。ソウルじゃない、いや、アイテム。危ない。落ちる落ちる落ちる。でも落ちる前に回収だけ。かけら。かけらかけら。と、棒眼野郎はどこにいる？見えない。ちょうど見えないとこにいるね。いや、普通に見えるわ。見えるけど、それ、どこに立ってんだ？普通の場所に立ってんのか。お、危ない。となると、あいつは無理だな。このレベルではおそらく勝てないと。振りすぎない。あ、ちょっと待って、犬だ。犬がいる。おいおいおい。犬ね。どう考えたってこれ勝てないよね。一撃でね、人たち食らって多分終わりになると思うんだけど。これ押せないのかな。このゲーム、蹴り、押す。いやー、すげえな。今後あれだね、こういう爆登って、うーん、怖い。こいつどうすんだ。てかもう、でもこいつ登ってこれないけど、俺もダメだ。死を覚悟する必要がある。人たちでどれくらいいけるかだよね。ここでうっ、全然でした。全然、そうしたらあいつを呼びたいで、呼んで爆発させればいいんだよね多分。
それをするためには下にどうやっておびき寄せるかだな。まあ、もしくはもうこの時点でっていうのもまあありっちゃありだけどね。まず見つかる。見つかるとこっちに来るから、こっちに来るから、で、ここで待ってる。で、そしたら俺こっちに行って、で、まずこのボーガンさんをビスって、ビスってね。で、奥にいるのはボーガンじゃないのかな。こいつらすぐ爆発するからな。でも今回犬をまとめてやれたので、まずこうやって降りるでしょ、降りるでしょ、降りる降りる降りる。で、降りると多分こいつが降りてくるから、これが俺が登る。で、登ってきたところをこうね、煽っていって、煽って走るか、こっち。背中とか向けると、あ、来るかな？来るかもしんない。背中とか向けると。あとはね、エストとか使うと、積極的にね、突っ込んできたりするんだよね。それでも全然減らねえじゃん。300使って全く減らないのは、ちょっと厳しいかな。魔法の壺でどれくらい食らうの？ 126。 いやー、厳しいっすね。そしたら、なるべく離れて、そうだね、なるべく離れて、離れた時に向こうに逃げましょう。間に合うかどうかわかんないけど。間に合うかな？間に 全然間に合わない。あ、意外と普通の顔してんだな。やりようとしては、そしたらこのボーガンですね、ボーガンの人を落とすとまずいので、まずこっち、これで、まず始末する。で、降りる。これ大丈夫かな？爆発するかな？降りる素振りを見。これ以上降りると、ダメだな。3匹には勝てないよな。降りる素振りを見せても来てくれないか。こういう時にドクロとかがあるといいんだよね。そしたら投げナイフで、あ、来ないんだ。そっか。じゃあもうこれをまず爆発させちゃって、でもう降りたらすぐ、降りたらすぐだね。すぐ逃げよう。そうしよう。ほい。はい、開けて。どこから犬が来たのか俺には分かんなかった。分かんなかったから俺はすぐ扉を開ける。で、回収するだけ回収する。古びた鍵。痛くねえ。痛くねえ、痛くねえ。裂傷は気にしない。よし、生き残った。で、エスト瓶で落ち着いて回復していくと。でもあいつらがね、こっち追ってくることは多分ないので、まあエストは気にせず引きましょう。エストじゃねえや、ソウルはね。向こうもなんかいけそうな感じはしたけど、まあ問題はないでしょう。多分必要なのはここで、古びた鍵を使わない人がいる。
初めてかな、お初にお目にかかりそうな人。こんにちは。 What is it? I don't know you and you don't know me. Things are better that way. You are an odd one.Normally, people keep a safe distance when they see this mask. But you... I'm called Lucatil. From the land of Mira to the far east, across the mountains. They say Drang Lake brims with powerful souls. And so I came to claim my share. But what a strange place.Even the rumors did not prepare me. 女の人かな。最初ジジイかと思ったら仮面をつけてんだ。You are an odd one indeed. I've always made a point of avoiding people. While you've made a point of engaging me. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I will help you. I come from Mira, a land of knights.My sword is always ready. Don't hesitate to call upon me. Whatever happens, I won't be missed. この腰に携えているものは何ですかね。 You are an odd. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I can't. Don't hesitate. 結構離れてても会話してくれるんだね。あ、危ない危ない。さて、そろそろ死ぬ、あれ？なんだこのはしご。死ぬ準備はできたと思うんだけど、いや、まともにでもこれやり合えねえだろう。もし致命の一撃ができる系の敵だったらできねえんだよな。回復して回復して回復して、よし、OK。あ、やっぱプラスが出ないときあるね、ソウルの。あ、犬。あ、奥にも犬がいる。これ多分火薬かなんかでやっつけんじゃねえかな。もう一回。絶対火薬だよな。雑魚は火薬でなんとかしてねっていう感じのやつだと思うんだけど、後ろ向いてんのか。コマミスが本当に怖い。一瞬の油断が命といた、本当このことだからな。どっち向いてんの、こっち向いてんのか。オッケー。噛みつきにそんな強烈なホーミングはないね。黄金松屋に炎の力が宿りそうだ。ゆっくり行こう、ゆっくりゆっくり行って、ゆっくり行ってバシバシって行きましょうよ。行くよ。バシ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 。よし、ひるみさえすれば問題ない。キョ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 。で、思った以上に敵の攻撃にも、範囲がない、横に強くない。どこにいる？一匹だけか。いや、二匹いるな。どうにかして。よし、一匹一匹来るかな。一匹一匹来ればいい。よし、オッケー。次は？お、今俺どこ向いてるんだ。うわー、余裕がない。余裕がない。劣勝。生き返るわ。おお、またワンちゃん。ここは、よいしょ。ちょっと届かない。こっち向いて。あ、やべ、これ光る。よし、もう一回。
あ、こっち向かないかな。あ、まずいか。あー、これ届かねえかな。あー、届かねえ。走ればいいか。あー、ダメか。あー、ダメだダメだ。こっち向かねえ。しょうがない、行こう。ちょっと待って、この樽ちょっと処理しないと。よいしょ、ドリブルして、あ、思ったところに転がせれば全然違ったんだけどな、これ。まずこれ開けるじゃん。ん？え？いきなり鍵がかかってるじゃん。あー、これもしかしてさ、この辺で爆発させると壁に穴開くんじゃないの？そう、さすがにそんなんじゃねえかな。あ、でも待って、俺弓ないよね。いや、弓はあるんだよ。弓はあるけど、あ、矢もあるな。性能を発揮できません。いや、撃てればいい。どうやってんだろう、これ。どうですか、これ。こうか。目線がないんだけど。目線ください、ちょっと。死ぬぞ、だって。どうしよう、この辺から撃ってみる。あ、ちょっとダメだ、自分の実力では矢が撃てない。どうしようかな。クロスボウだったら違うのかな。構えることができるか。あ、クロスボウは大丈夫そうだ。でもクロスボウには、そうだよね、あれがないから。石、投げる石は？石も持ち、あ、これだ、火炎壺だ。ちょっと怪しいけど、これを投げつけてみよう。誰かブン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 してんな。よし、そうじゃなかったのかな。まあ、開かないものはしょうがないな。他にどこか行く道があるのかもしれん。いや、ないな。もしくはこの辺の樽をドリブルできるとか。ドリブルはできないかな。ああ、悪質タックルで破壊することはできるか。でもそれだけでしょ。はしごがあるわけでもなく、そこ飛べるわけでもないと。人はいるけど行く場所がない。せっかく鍵開けたのにどこにも行けないとはどういうことだ。こっちか。そうだね、ワンちゃんはいない。時間は41分。やりすぎくん、最低限ガードもね、できてるんで。いっぱい出てきたね。半端ねえ数の。すげえ数のやつが出てきたな。あー、ダメだ。リーチが足りなすぎる。